はいどうも哲学とです。今回はディアブロイモータルの、期間限定の PVP イベント、血濡れの路地の方が来てますんで見ていきたいなと思います。こちらのイベントの方なんですけども、2月のね2日までと、いう期間限定なんですけども、あのシャドウウォーで行われているね、8対8の、PVP を4対4にしてくれているイベントという形なので、参加するとね、シャドウウォーの進め方をね、練習できるっていう意味でもいいし、シャドウウォーだとねなかなかこの、マッチングの都合上ね、なんていうかな、フルでパーティー戦がね、経験できないってことなんかもあったりとかするかなと思いますので、特にね、なんていうかな、シャドウウォーの戦略とか、戦い方とか覚えたい方は、やってみてほしいなと思います。結構ですね、このバトルパスポイントとかも、たくさんもらえますので、週末 BP ね、もう使い切っちゃってるよっていう方は、こちらのね、血濡れの路地、参加して、さらなるね、バトルポイント、獲得してみてほしいなと思います。でですね、プレイヤーにダメージを与えるとか、あとね、プレイヤーにダメージを、12万ため、与えるので、最高なのかな。20万か。で、あと、塔にダメージを与える、2万、8万とかってあるんですけど、塔のダメージはですね、自分のね、スキル効果とか、そういうものでね、手下の、スキルとかね、でも与えられるので、なんていうのかな、最初に選ぶバフの、ダメージとかもちゃんとね、この塔の、塔に当たるダメージとして換算されるので、塔のダメージ、そしてプレイヤーへのダメージ、両方とも、埋めていってほしいなと思います。で、マッチにね、1回勝利する、3回勝利する、8回勝利するでレジェンダリーのアイテムを入手できますので、新しくクラス始めたばっかりっていう方は、こちらのね、ぜひレジェンダリーアイテムの方は、回収してみてほしいなと思います。こちらのイベントに関しては、マッチ時間とかは、特に指定がないので、いつでもできるんですけども、最初のうちがね、一番マッチしやすいので、ぜひね、最初のうちに、参加して、ポイントの方を集めてみてほしいなと思います。はい、今回も、動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではね、ディアブロイモータルの攻略情報など、投稿してますので、もしよろしければこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。